ペンタセキュリティシステムズは韓国のソウルに本社がある IT セキュリティの企業である。Web セキュリティ、暗号化、認証の3つのコア技術を基盤とし、主に Web アプリケーションのセキュリティ、データセキュリティ、そしてプッキーのような企業情報セキュリティソリューションを提供している。現在はモビリティやブロックチェーン領域でのビジネス展開も行っている。 1997年、代表取締役社長のリスズーにより、韓国のソウルに設立された。ウェブアプリケーションセキュリティ、暗号化、認証の3つのコア技術を保有し、韓国の政府、教育、公共、金融機関、大手企業、中小企業など、4000社以上の企業に導入されている。日本法人は2009年1月に、法人登記され設立された。 東京の四ツ谷に日本支社を置き、陳忠式が日本セキュリティビジネス戦略部門総責任者として代表取締役社長を務めている。また、タイシンガポール、マレーシア、台湾、オーストラリア、インドネシア、ルワンダ、アメリカなど海外市場に進出し、ソリューションを提供している。ペンタセキュリティのウェブアプリケーションファイアウォール、ワップルズ2005年にリリースされた。 ワッフ製品、ワップルズを発売。トラフィックの論理的分析に基づいた論理演算ロジック型検知エンジンで、ウェブ攻撃を正確に検知、遮断する。ワップルズは、アワスプにより発表されている、最も危険なウェブアプリケーションレベルの攻撃のトップ、10から、ウェブアプリケーションを保護する製品であり、 PCIDSS のバージョン1.2応兼6.6に適合して CC や IPv6 のレディログなどを取得している。独自開発した検知エンジンは韓国で Web アプリケーション攻撃を検知する方法、セキュリティルールに基づいた Web 攻撃の検知方法の特許を取得している。アメリカと日本にも特許を出願し2012年1月に日本で特許を取得した。 その他、複数のワップルズを統合管理するワップルズ MS やクラウド環境でのセキュリティを確保するワップルズ V シリーズなどもリリースされている D-ARMO2004 年に発売されたデータ暗号化ソフトウェア D-ARMO Penta Security は全世界で運用中のワップルズクラウドブリックワフから検知されたログ情報をもとに ウェブ攻撃動向分析レポートの WAT レポートを公式ホームページにて公開している。ワップルズ、クラウドブリックワッフの検知ルールに基づいて、主要ウェブ攻撃に関する各種の統計情報、主要攻撃元からの攻撃タイプやメリシャス、IP スース情報、主要ウェブ攻撃発信原告の統計情報、産業別、時間帯別のウェブ攻撃情報などを提供している。 2012年4月に取得した d ア r m の日本特許本社内にディスプレイされている受賞履歴ペンタセキュリティの R&D センター私立学校協会ビルの7階2004年にリリースされた d ア r m はカラム単位暗号化アクセス制御監査機能を提供するデータベース暗号化ソリューションであるカラム単位暗号化アクセス制御監査機能を提供する DB 管理者とセキュリティ管理者の職務を明瞭に分離し、役割に応じた権限を実現する。インデックスカラムの暗号化方法に対する韓国での特許を取得しただけではなく、韓国政府からの様々な賞を受賞し、また、韓国情報通信技術協会からの GS 認証も取得している。d r m は、韓国での特許2件、アメリカでの特許1件で、 全3件の特許を取得している。インデックスカラム暗号化方法、クエリ暗号化トランスフォーメーションによる、暗号化カラムのデータベースのためのクエリ処理システム、及び方法、クエリープロセッシングシステムメソッド4データベース。with encrypted columns by query, encryption transformation, 韓国特許番号、10から0859162。 クエリ暗号化トランスフォーメーションによる暗号化カラムのデータベースのためのクエリ処理システム及び方法。そして2011年8月 D ARM バージョン2.3は SAP ネットウィーバーの統合認証を取得した。2013年3月アメリカで世界同時にマスクルデータベースの暗号化ソリューションのミジアモについてプレスリリースをした。 2015年には、ポス決済プロセス上で採用される、クレジットカード情報を、カード端末機から、決済サーバまで安全に暗号化する、エンドツーエンドセキュリティソリューション、D、ARM4 ポスを発売し、業界で好評を得ている。2013年発売された、マスクル専用のデータベース暗号化リューション。従来のマスクル DB に加えて、マリアドブ、ペルコナ DB、 オストグレスクルの DBMS エンジンに10型暗号化機能をプラグインしあらゆるオープンソースデータベース資産の保護をサポートする。商用化に成功した自社 DB 暗号化ソリューション DARMO の暗号化技術を用いてオープンソースデータベース用ソフトウェアとして開発した。i c e など国際スタンダード暗号化アルゴリズムの支援。 パスワードセキュリティのための一方向暗号化とエンジンレベルの暗号化を実現する。ミジアモは個人ユーザーに限り無料で利用可能でダウンロードは公式ウェブサイトにて可能。2015年リリースされたクラウド型ワッフサービス。アプライアンス型ワッフのワップルズと同じようにウェブハッキング遮断、個人情報漏えい防止、ウェブニセ変造防止。 サービス拒否攻撃防止の機能を提供する。クラウド型サービスであるため使った分だけ支払う重量課金制プランを提供している。高価な装備の導入が難しいスタートアップや中小企業も手軽に導入可能。また、ウェブセキュリティ関する専門知識を持っていなくてもウェブサービスを運営している人なら誰でも高性能の WAF を運用可能。直感的に ウェブセキュリティ現況をモニタリングできる UI を提供し、いつでもウェブサービスの脅威に対して即時に対応できる。2015年8月には、グローバルスタートアップ支援機関である、スタートアップブートキャンプと協力し、全世界のスタートアップのウェブセキュリティをサポートした。2017年、ペンタセキュリティから分社化し、クラウドブリック株式会社として、独立法人を設立した。 現在は、企業向け総合 Web セキュリティ対策、クラウドブリック WAF、リモートアクセスソリューション、クラウドブリック RAS、DDAS ミティゲーションサービス、クラウドブリックアドーズなど、様々なクラウド基盤セキュリティサービスを展開している。オートクリプトは、ペンタセキュリティの IoT 融合セキュリティ研究所の、ピクルを中心に7年にかけて、研究、開発し、 2015年8月に発売したスマートカーセキュリティソリューションである。車両外部からの攻撃トラフィックをアプリケーション層で検知する世界で初となる車両用ファイアウォール、スマートカーに必要な様々な暗号鍵や証明書及び路車間通信と車両間通信に必要な鍵のライフサイクルを管理可能。2019年ペンタセキュリティは 未来の自動車におけるサイバーセキュリティ強化に向けて自動車セキュリティ事業を分社化した。ペンタセキュリティはアイジック・ウェブとアイサインソリューションを提供している。以前、パカウェブという製品名で1998年にリリースされたアイジック・ウェブは公開鍵基盤の暗号化ソリューションであり、ウェブサーバとウェブブラウザの間で安全なデータの転送をサポートする。 2010年ペンタセキュリティはスマートフォン向けの iJICWeb をリリースした。i イサインはプッキーを採用した権限管理を提供するユーザ認証システムである。2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年。ありがとうございます。